斉藤洋一郎は、元 NHK エグゼクティブアナウンサー。新潟県中間原郡、亀田町出身新潟県立新潟高等学校を経て、早稲田大学卒業。4回の五輪中継や、ダブルシーラグビー、MLB、PGA ゴルフツアー等、二十数回の海外派遣。プロ野球、甲子園大会等の中継を担当。ラグビー実況も多く担当し、 1987年には雪の聡明線の実況も担当している。仙台への転勤は楽天イーグルス誕生と共通しており、楽天線の中継では近鉄線時代からコンビを組んでいた梨田正まと放送席に座る機会が多かった。大阪局勤務時代の2001年9月26日には BS1 で放送された近鉄対オリックス戦での大打2 0 さよなら満塁本塁らで近鉄のリーグ優勝を決めた実況を務めた。故郷の新潟への移動は役職定年間近の2007年6月のことであった。不妊直後の7月16日、平成19年新潟県中越沖地震が発生した際にはスタジオ担当として県内の被災状況を連日全国に伝えた。その直後に早期退職で、 NHK 本体を離れ、文化センターへ移籍。定年退職後は、カルチャースクールや専門学校講師、b c リーグの新潟アルビレックスベースボール、クラブ主催試合のオンライン中継等を担当。また2010年4月から、新潟市教育委員を8年間務め、2011年より、新潟市スポーツ推進審議会委員。また2017年からは、 内外情勢調査会登録講師にもなっている。趣味は、囲碁、ゴルフ、健康管理。ありがとうございます。